皆さんこんばんは。7月28日水曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会友の会共産広告広告主総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。改めましてこんばんは、キャスターの家豊です。はい、こんばんは、宜野座村議会議員中間信之です。よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。なかなかタイミングが合わず、そうですね、今日になったんですが、はい、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もうまあ普段だったらこの2人だったらこれをまず紹介しなきゃいけんかなっていう内容をちょっと先にやりたいなと思うんですが、はいはい、どうぞお願いします。はい、じゃあ画面切り替えてもらってよろしいでしょうか。はい、海上保安庁のホームページにあるものでなんですが、中国海警局による船舶等による尖閣諸島接近の状況というものになります。で、ちょっと6月分からまず紹介なんですが、6月は接続水域毎日来ておりまして、で、領海侵入が16、20、21、22、23と26来ております。そのため接続水域は延べでですね、30日で延べ118隻来ておりました。で、領海侵入の方が6日来ていて延べ16隻来ております。で、7月、今月ですね、1日から19日までは連続で来ていたんですが、で、20日からで、これ26日現在って書いておりますので、まあだいたい25日までの分しか反映されてないんですが、そうですね、はい、うん、なので今日とか昨日の分はちょっとまだわからないんですが、この20日から来ていないっていうのは、基本沖縄の近辺って今回台風の影響があったので、6号ね、はい、はい、台風6号の影響で多分来ていなかったんじゃないかっていうのが考えられる状況です。はい、で一応現段階では接続水域に19日で延べ76隻、領海侵入が4日の延べ10隻で来ております。はい、これね、伊波さんちょっといい？はい、僕もほら、桜のね、水島さんとか、はい、桜北海道の本間奈々さん、まあ、国盛州北海道代表のね、で、僕も、国盛州沖縄支部代表として5月の末で6月の末に尖閣まで、海洋漁業調査という目的で石垣まで行ったけど、まあ、まあ皆さんご存知のように、20海里手前と、もう島が見えるそばで止められたという経験で言うとですね、まあ、海上保安庁どうしてんだというのは、まあ皆さん知っていると思います。で、まあ、その中で海道の皆さんが、頑張って3隻あるいは4隻で1隻3名体制で行って、まあ、1日中漁してきてね、尖閣諸島で、その映像を皆さん見ていると思います。尖閣諸島の島の内側にいるのがもう海警局、大きい船ね、はい、中国ので、領海侵入の先ほどの数字見たけども、はい、僕はもう常駐してるっていうのが現状だと、これはもう水島さん本間さんも見解通り言ってますのでね、うん、そういうふうに言うとこの数字もね、正直言うとどうかなっていうのが僕の気持ちですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。で、一応ですね、毎月ごとのものをグラフとかに表しているものがあるので、うん、はい、こちらもちょっと見てもらおうかなと思います。はい、画面お願いいたします。で、こちらを見るとやはり3月からほぼ毎日接続水域来ているっていう状況です。はい、で、領海収入もまあだいたい6かではあるんですけども、やっぱり10隻以上来ている傾向があって、うん、もうほぼほぼもう仲間さんが言っていただいたように常駐している状況だから、接続水域はもう領海収入も横ばいの数字になっております。うん、はい、で、まあ、たまに減った時に、あ、減ったかよかったって思う方もいると思うんですが、まずそもそもこれを来ること自体がおかしいっていうのをまずご理解いただきたい。そう、これあくまでも現状がこうなっているっていう内容であって、でこれが減ったから良かったではないですので、うん、それはご理解いただけたらなと思います。はいはい、でですね、この尖閣関連で言うと気になるニュースが 2件ありまして、はい、そちらちょっと紹介してもよろしいでしょうか。はい、はい、画面お願いいたします。
八重山日報さんの7月17日版で、中国船廃業、賛成多数で可決、尖閣問題、市議会が意見書。はい、石垣市議会、平秀幸議長は、16日の臨時会で、尖閣諸島の実効支配を強化し、領海内から中国海警局の艦艇を排除するよう求める意見書を、与党の賛成多数で可決した。与党の賛成多数で可決した。宛先は首相など。なぜ我が国は日本の領海内で中国海警局艦艇が領海侵犯を繰り返しているのを放置しているのかと政府の対応を疑問視している。野党は対立を煽るなどと反対した。煽ってるのは中共だけどね。はい、意見書では、これ全部読んでいいの？いや、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、意見書では中国海警局艦艇が尖閣周辺海域で操業する日本漁船を追尾威嚇していることについて、安全な操業に支障をきたしていると訴えた。その上で政府に対し、尖閣諸島の実効支配を強化し、中国艦艇を領海内から排除するよう求めた、仲間仁市議会議員ですねが提案した。質疑討論では野党の花谷さんだと思います。はい、花谷史郎氏が、艦艇という軍事力を強調する言葉は軍事力同士の対立を煽る意図が感じられる、内原さんかな、ごめんなさいね、はい、は、海保は中国海警局に所属する船舶という言葉を使っていると指摘した。はい、そう、先ほどのページ海洋保安局のものを見てもらったときに、中国海警局っていう文字が書かれてたんですね。まさにその通りでして、まあ、こちら先ほどの画面なんですが、見ていただくと、ここに上側を中国海警局に所属するっていう、はい、いう書き方をしているんですね。まさにこのことを言っているっていう記事でした。はい、でこっちがね、煽るんじゃなくて、もうすでに中国の海警局が我が日本の領海内に、あるいは接続水域に煽ってきてるわけでしょ。はい、それをなんで排除するのが国として当たり前のことじゃない、なのに石垣市議会の、まあ、野党になるのかな、議員の皆さんが煽るから、もう煽られてるっていうのは分からないのかな、僕は思うんですけどね。でこれに関して言うと、同じ沖縄県内、はい、で私も、まあ、宜野座村の議員としていますけれども、はい、これはですね、石垣市議会だけじゃなくて、もう各自治体議会の皆さんね、これは同じ日本沖縄の海島イコール県民を守るためにもですね、各地方自治体の議会の皆さんで石垣市議会見習ってですね、意見書可決してもらいたいぐらい。はい、そうですね。逆に言うと、国が、あるいは僕はあえて言うけど海上保安庁とかが何しているんだと僕はそう思うわけ。7年8年前になるのかな、当時安倍晋三第二次政権ができた時に、選挙では公約として尖閣諸島に、公務員常駐すると言って政権交代したわけでしょ、はい、悪夢の民主党時代からっていうと、あれからも8年経ってもまだ常駐していない。だからこうやって中国の海警局がね、こうやって沖縄県石垣市あざとの塩尖閣、日本の領海領土の中に入ってきてる、これね、はい、煽るどころか明らかにこのなんていうの、まあ、侵略に近いものでしょ、ね、侵略で、はい、あっちはあっちで、ね、まあ、中国は革新的利益と言って動いてるわけだから、うん、もうそろそろじゃない、もう遅いぐらい。そうですね、本当に腰を入れてね、やってもらわないといつ何が来るかわからない。まあ、まあ後で震えると思いますけど、7月23日にね、1年遅れて東京オリンピックが開幕しましたので、今もものすごい頑張ってるじゃないですか選手たちが、はい、そういう中で言うと、本当にこの尖閣も同じ日本の領土領海なんだから、国は本腰を入れて守ってもらいたいですね。はい、まあ、確かに人が住んでいないので、直接すぐね、この国民とか県民に被害がないから
ピンとこない人たちもいるかもしれませんけども、あの普通の感覚で言うと、まあ、家の庭に入ってきたっていう例え方とかもするんですけども、うん、まあ、人によっては一軒家のイメージで言うんですけども、まあ、本当にみんなが分かりやすく言うと、毎日ベランダに覗きに来る人がいると思ったらどうですか、怖くないですか。その通り、毎日覗きに来ていたらもう子供いる方とか怖いなって思うと思うんですよ、まあ、まさにそれをやられているっていうことを理解してもらって、はい、でこの危険性とかその後何があるかっていうまで考えて対応していかないといけないんじゃないかと思います。そうです。で今中間さんからお話しあったように、公務員の要求とかもあの公約があったのに果たされてないという話があったんですけども、公務員の あの設置ではないんですけど、ちょっと近いのかなって思うものの気が次にありますので、はい、これちょっと紹介しますね。お願いします。はい、画面切り替えてください。産経新聞さんの6月30日版になります。尖閣映像配信計画を正式発表、安保議員協議会。国会議員らで作る安全保障議員協議会などは30日尖閣諸島の現地映像をインターネット上に配信する計画を正式に公表した。映像配信を島内の環境調査などにつなげ世論喚起を図る狙い。記者会見した同協議会の石崎衆議院は、政府の対応に任せるのではなく国民全体で考えていく環境を作りたいと述べたっていうふうに、あの動こうっていうことで声をかけてる方も今日いらっしゃるというニュースです。 でもこれはあくまでも国民全体でですので、公務員ではないというのがちょっとネックかなとは思っておりますですね。はい、まあ、あのこういうふうに動くのはとってもいいと思うんですけど、もう1ヶ月も前の話で、はい、あれか具体的にそういう進展してるのかなっていうのが僕は気になるところだし、で年内にはまあ確実に衆議院選挙があるけれどもあるんですけれども、はい、そういうなった時にまたこの話がうやむやにならないかなっていうのも気になりますね。はい、ただあのそこで言うと去年県議選がありました、はい、でもうあれか1年経ちまして、でもまた任期が4年のうち残り3年ありますので、僕が調べたところによると、ごめんなさいね、ちょっと那覇離島地区で、11名の方が県議会議員になっております。で宮古地区っていうのかな、もお二方県議の方がいます。大浜一郎さんと次郎正隆さんだったかな。その地区を代表して県議になってるんですから、その地区をまず考えた時に、で石垣島にも議員いますよね、はい、地区代表としてこの方々がまず地元のどういう問題がある、課題がある、どういったものがこうやって喫緊の、あのものとしてあるをどんどんやってほしいんですけれども、実際今ない。うん、先ほど の、 あの石垣市議会の仲間仁議員が提案するだけでしょ、はい、にあの与党の、ね、議員が賛成多数でやった。でも県議会でそういう話出てるかって言ったら正直あまりないでしょ、はい、そこら辺を今後はまたあの有権者の皆さんが考えてですね、やってもらいたい。で、まあ、先ほど言いましたように衆議院選挙があります、県内は4区ありますね、1区から4区まで。そうですね、はい、そこでこういうのもどの立候補予定者の方々がいざ告示迎えた後にそういう国防ね、国益っていうのは国民の生命財産を守るためにあるわけですから、はい、その国益に利する行動を取る人を選ぶ、そのためにも有権者の皆さんはいろんな意味で自分の方からね勉強して、どういう議員にどういう予定候補者に入れた方がいいっていうのも考えてもらいたいと思いますね。はい、はい、そうですね、やはりあの、まあ、この番組で何度かお話ししてるんですけども、まあ、投票っていうのはあくまで自分の意見を表示するためのものですので、ぜひぜひあの言っていただいて意思表示をしていただいて、うん、まあ、こういった議員は当選させないぞぐらいの、むしろこういう議員だったら投票しますよぐらいの、 あの、ね、ある程度目星がついてくるとより良いのかなと思いますね。はい、あの江原さん、これさ、はい、多分前回の衆議院選挙と似たような構図になると思うわけ。
捕獲とか、まあ、いろんな意味で、はい、言うとその今現職の人たちがどういった活動を国会でやってきたのかというのも見るべきだし、うん、はい、そういうのを見ながらこのまた向こう4年間衆議院選挙に沖縄から4名、ね、選ぶという大事な選挙がありますから、これはですね、あの本当に県民の皆さんには、はい、あの 自分の方から勉強して地域のために頑張ってくれる人は どなたかなっていうのをぜひ、うん、やってもらいたいなと思いますね、うん、そうですね、やはりあの衆議院選挙の場合は県の国への、 あの代表ではありますので、県の、ね、利益とかそういったことを考えて選ぶのも大切ですけども、うん、国政のことをまず言ってるかどうかも本当は見ないといけない、なんか本当に基本をこう、まあ、あの仲間さんには失礼なんでかもしれないですけども、この地域のことしか考えていない国会議員のなんか発表というか公約とか出したりする方とかもいたりするじゃないですか、うん、はい、なんか国会議員なのになんで地域この一部のだけのものやるのっていう気持ちになるんです。そういったものは、まあ、仲間村議とみたいな村議協議市議がやるレベルのものをあの公約に出したりしている方々もいるので、その辺はちょっとね、考えて投票しないといけないなとは思いますね。今岩田さんが言ったのに、まあ、僕で言うとね、うん、例えば僕が住んでいる宜野座村はですね、衆議院選挙区で言うと第3区になります。これをやんばると、沖縄市うるま市まで入るのかな。でそこから前回立って当選して活躍されているのか分かりません、現職が屋良朝宏さんです。僕が知ってる範囲で言いますね、宜野座村、はい、小野田村も金城もこの役場役所っていうのかなに来たっていうのはないと思う、はい、はい、ただ落ちた方の名前は今は言わないでも大体分かると思います。皆さんは足湯に通って地元の話を聞きながらやっている、これは現状事実です。別に僕語ったことは言ってませんので、はい、これは言っときたいと思います。だから皆さんには各地区の予定候補者がいますから、今後出てきますの名前はもうすでに出てる人もいますから、をちゃんと見てもらいたい。一点だけじゃなくて、もうこの番組だから言いますけど、辺野古だけじゃないよ、世の中はいろいろありますよ、そういうのも踏まえて、はい、次期選挙には皆さんの一票が変わりますのでね、ようよう考えて出してもらいたいと思います。そうですね、できれば尖閣に対してまず議員さんが興味を持たないと、あの国民県民に伝わらないのかなとは思いますし、そう現状言うとね、伊波さんごめんね、じゃあ沖縄県選出の国会議員、うん、結構いますよ、参議院も、はい、衆議院も僕発信して見たことない、はっきり言いたいけど、うん、いますか。自分は記憶にはないですね、うん、これが僕とっても残念、うん、はい、これだけはっきり言っておきます、うん、もう本当にギリギリの段階なのでね、意思表示してもらわないと、まあ、僕今バチしてますけど、クリモ州としても僕動いてますので言いますよ、全国的にはクリモ州は親中派、こびると書いて美中派のね、与党政府の中にもいるということで、現自民党幹事長二階さん、あるいは野田聖子さん、あるいは林さんとか、落選運動やってますよね、はい、はい、そういう意味で言うと本当にこの人でいいのかっていうのは、皆さんが持ってる権利だから、選挙っていうのは、はい、は重々考えてやってもらいたいと思います。はい、はい、分かりました。じゃですね、ちょっと話が熱くはなってきたんですけども、実はあの今日あの沖縄 の大きなニュースが、あ、今日じゃないですね、昨日ですね、失礼いたしました、うん、いえいえ、27日にあったので、そのニュースを、うん、あの紹介したいなと思います。じゃまず画面切り替えてもらってよろしいでしょうか。琉球新報さんの7月27日版になります。で、社説で沖縄奄美世界遺産に課題解決への出発点に、
でちょっとあの文が長いんですけども、まあ、要はあの世界遺産登録されてよかったよとか、うん、まあ、旅行客が来ることによって問題がもしかしたら起こるかもよっていうのが大きく書かれております、うん、で今回あのなぜこれを紹介するかというとこの赤い部分が気になったのでちょっと読ませていただきます。沖縄島北部区域は飛び地上で米軍北部訓練場の返還地約4000ヘクタールを含んでおらず、ユネスコの諮問機関国際自然保護連合は生態系の連続性を維持するため地域を再興するよう求め延期を勧告していた。結局登録までに約20年を要した。登録された沖縄島北部区域に隣には北部訓練場が広がる。米軍は昼夜を問わず訓練を繰り返し騒音や振動を引き起こしている。北部訓練場変換地から放射性物質や薬莢など廃棄物も見つかる。名護市辺野古の海域を埋め立て新たな基地建設が進められている。新基地や北部訓練場や伊江島保護飛行場など米軍機による米軍施設間の往来が増え環境への悪影響が懸念される。基地は最大の自然環境を撹乱要因だ。世界遺産登録地域の最大の環境保全策は登録地域と隣り合わせの米軍施設の全面返還であり、訓練や新基地建設の中止とともに求めるっていう、世界遺産 が登録されたから米軍出てけよっていう、うん、皆さんこれ聞こえますね。新報タイムス新報さんです。新報、まあ、じゃあタイムスも端から論説は、はい、まあ、20年要してやっと世界自然遺産に奄美と沖縄島って書いて沖縄本島北部だよね、はい、が登録されたと、うん、でそれを今後もやっていくためにはこの本島北部にある米軍施設を返還させねばならない。これが一番自然破壊の要因だと言っている流れだよね、うん、そうですね、そういう流れ で今琉球新報さんで次タイムさんのものがありますので、はい、タイムさんのものを紹介しますね、はい、で沖縄タイムさんの7月27日版の社説になります。世界自然遺産登録未来へつなぐ責任を負う。でこちらもちょっと長いですのでちょっと、まあ、琉球新報さんと同じように大変だったよとかそういったものが書かれていて、でこの部分ですね。沖縄島北部の登録区域には米軍北部訓練場の返還地が含まれる。防衛省は引き渡し前に廃棄物などを除去したと説明する。だが実際には米軍のものとみられる空砲類や大型鉄板が多数見つかっている。生態系の破壊につながりかねないと改めて調べてもらいたい。訓練場は約半分が残り、オスプレイの離着陸などによる生物への影響が懸念される。生態系を守る責務は政府にもある。隣り合う訓練場に何も規制もかけずに遺産を維持することはできないっていう最後のこの部分だけが、うん、なんか結局訓練場を排除しろよみたいな、ね、結局そういう流れの書き方されているなというものでした、はい、で今この、まあ、その世界遺産のものを記事を紹介したんですけども、実は新聞で27日は一面でこれ、ね、はい、沖縄タイムさんと琉球新報さん一面で結構でかく取り扱っていて、うん、で場所っていうのがこうあの下側にこっちかな、うん、書かれてるんですけど見えますか。これでも書かれてるように北部訓練場って書かれててその周りですよってこの緑の部分ですね、うん、ここのことを指してるんですよ。まさに本当に隣合わせだからっていう図から見ても分かるような状況ではあります。そうそうそう。で今回あの自然守るためにやっている、自然を守ってるんですよ。でも先ほどお話ししたあの尖閣諸島は台風という自然によって尖閣が守られている、うん、ここは人間が守ろうよ、でも尖閣は自然に守ってもらっているっていう不思議な環境はあります。でこの状況を考えたときにこの米軍が環境破壊してるんじゃないかっていうような書き方されてるんですけども、レッテル貼りだよね、うん、もうはっきり言って開発イコール自然破壊なんですよ、うん、ぶっちゃけた話。そう
にもかかわらず自分らの開発はいい壊しで、他の人がやるのは悪い壊しみたいな言い回ししてるのはちょっと卑怯かなと思いますね、うんうん、自然を壊してまで観光機とか開発をすることによって、うん、メリットがあるからやってるんだよねっていうのはちょっと理解しないといけないのかなと思いましたね。まあ、僕的には関連するから言いますけど、伊波さん、はい、この中なのかは別にしてね、北部でもこのやんばる地域とかね、いろいろ先ほども話しましたけど、個人の方が結構な面積を土地を所有してて、まあ利用価値がないのかな、うん、っていう流れを見た時に、この最近のこの自然再生エネルギー、はい、太陽光パネルの設置とか、うん、結構あるわけ。これは環境保全になるの？ならないと思います。でしょ、僕もそう思うわけ、うん、でそういうのはじゃあどうなのっていうのも書いてあるんだったらいいけど、ないよね。うん、なかったですね。あくまでも米軍基地があるから核乱、自然が壊されるっていう言い方してるよね、はい、ここら辺がもう本当にこの県内西の表現のこの乏しい言い方、うん、本当に、まあちゃんとした数字は知らないけど、ある人が聞くとタイムスも新報も部数がどんどん減ってるというのを聞いてはいるから、まあそれはそうだよね。今スマホとかでもいろいろね、情報を取れるわけですから、はい、紙媒体だけじゃなくてね、見れるわけだから、まあ、そういうのもあるのかなと思いますけども、実際皆さんやんばる行ってみてください。やんばるの方が太陽光メガソーラーっていうのかな、結構あります、地域的に、うん、でこれってほら、先月でした、あ、はい、本州本土っていう言い方がいいのか、他県では局地的、ね、帯状のなんか、うん、雨雲で山の上にあるこのソーラーパネルのところがね、予定地域が、はい、土砂崩れにあって、いろいろ下の方で被害者とかいろいろあって、今でも自衛隊の皆さんが、ね、一生懸命、行方不明の方を探しているというのもあるじゃないですか、はい、そういうのも全体的に見て、そういう、 もう公的機関でありますか、新聞もそういう意味でのこの論評をやってくれたら僕はいいなと思うんですけれども、沖縄の場合どうしても米軍はもう悪いもの、うん、じゃあ僕言いたい、僕地域の子供はあっちには行ってるけど、なんで米軍がこっちにいるのか分かる？まあさっきの対戦で負けて取られたってイメージですよね、皆さんの、多くの人は年配の人たちはね、うん、占領されてる未だにとか、うん、侵略してるとかじゃないでしょ。実際は6年間の、GHQ のもと6年後に、うん、国として戻ったって言い方はおかしいけど、その後に当時の方々がね、安全保障を結んだわけじゃない、はい、そういう流れで、そういう、ではもう一国だけでは、なんで日本国憲法で空軍陸軍は持たなかったでしょ、まあ、そうですね、外国もそうだけど、はい、その他戦力も持たないと、はい、どうするのって言ったら、そこを米軍に結んできたわけですから、考えるとそういうの、それでいるんだよっていうふうに言わないと、まあ、これからの子どもたちは分からないから、うん、もう本当にちょっと極端な人たち側はね、はい、侵略してるんだよ、そうじゃないよってまた僕たちも教えないといけないと思うからね、うん、こういう新聞のこの、もう僕はあえて指摘したい、もうちょっと一方的すぎるこの言い方は、はい、うん、これ確かに逆境とか残ってたりすると影響ある部分もあるかもしれないですけど、うん、沖縄県民が開発のために壊してきた自然がどのぐらいあるかとか、そこはもうね、やはり出さないと公平じゃないと思うし、そうよ、なんで、うん、僕も地元 の, 海浜クリンクリン作業とか参加してるし、うん、言うけども海洋漂流物、はい、韓国語中国語いろんな英語かもあるけど、ペットボトルとかね、いろんな漂着物もいっぱいあるし、うんうん、これはこれで環境破壊してるっていうのは事実だし、うん、だから片方のこのヤンバルだけ登録して遺産になったから、でそれここ何アメリカ軍が壊してるんだよっていう言い方もおかしい。そうそう、うん、で実を言うと過去にある学校の先生が、うん、北部とか米軍基地が
あることによって開発の手が伸びない、そのおかげで壊されてない自然もあるんだよっていう評価、うん、評価をした先生がいて、自分はあそうだな、まさにこの北部訓練場って自然の中っていう書き方されてるじゃないですか。つまり米軍があることによって開発の手が伸びていなかったっていう捉え方ができる部分なのかなっていう。それはね、宜野座さんも当てはまるの。宜野座さんの村度、まあ、村ですからね、はい、の約半分は軍用地です、はい、主な建物とかはほとんどありません、はい、が、まあ、僕の考えと反対側の議員の皆さんは軍用地を返還してもらって、そこを自然を生かしたあのアスレチックみたいなそういったものに開発しようとか言うわけ、うん、じゃないでしょって。人間が手加えたら変わるでしょと、うん、まあ、確かにドンパチの訓練やってるかもしれない、だけども現状見たら残ってはいるわけ実際、うん、はい、まあ、言葉足らずにちょっと誤解あるかもしれないけども、まあ、伊波さんが言ったように米軍が軍用地使っているところで実際自然として残っているところもあります、まあ、いろいろ問題もあるよ、うん、普天間基地 PFOS がとか、ね、いろいろ消火剤とかいろいろあります、確かに。けれども実際軍が、うん、米軍がね、はい、持ってて自然が守られているところもある、ある自治体ではもういろいろ交渉してじゃあ返そうと言ったら反対してる人がいや、やっぱり今は返さないでくれって言った自治体もある、はい、まあ、名護市だけどね。いや、やはりこの自然を、まあまあ、米軍が使うことによって軍用肥料が払われていて、それで、まあ、地域によっては開発するお金がなくてこの軍用肥料で賄っている部分の地域ももしかしたらあるのかな。実際僕たち宜野座さん、うん、なりますよね、うん、基地所在、市町村に対しての調整交付金等々があるんですけれども、うん、今年の4月から、まあ、それを当ててね、うん、保育園、はい、幼稚園、小学校、中学校約800名かな、児童生徒の給食無料化の授業に当ててますね、はいはい、なので今回今お話聞いたように思ったのが、この北部訓練場を返還しろって新聞2紙は言ってますが、もし返されて、まあ、宜野座村議も対象になって返されて、いやこのお金なくなりますよってなったら、今度は地域の皆さんこの費用を自分で負担しないといけなくなるってことですよね。でこんな風に実は思いだけではうまくいかないところもあると、うん、その辺がバランス取れてるかどうかとか、いろんな意味で視野を広げて見ないといけないのかなとは思いますね。やっぱり自然を守るっていうのは悪いことではないと思うんですよ僕は。でもだからといって、いや自分の生活が苦しくてもいいのかって言ったら、みんながみんないいですっていう人は少ないのかなと思いますし、うん、だからそのために開発という人の手が加わって、まあまあ、ものによっては崩れないように、崖が崩れないようにってコンクリートではありますけども、うん、やってちょっと補強してあげたりする場所もあったりとか、うん、結局手が加わってるからこそ守られてる部分もあったりもするのかなとか、いろいろあるので、その辺はちょっと難しい部分はあるのかなとは思いつつ、うんうん、まあ、自然ってどうしても人の手で、ね、この手に及ばない部分ってたくさんあるので、人の手が入らない方がいいっていう部分もあるさね、うん、加えないと、この逆に何とかの生物とか何かの動物が繁殖しすぎてとかいうのもありますので、もしかしたら森によってはこの木の病気が蔓延して人の手が加わって初めて除去されて守られる場合もありますので、手を加えない方がいいではなくて手を加えた方がいい場合もあるっていうことも、まずそこは考えないといけないのかなとは思いますね、はい、今はね、奄美と沖縄本島の北部の世界自然遺産に関してね、はい、って話だったんですけど、まあこういう意味で言うと、僕今これちょっと気になるのが、まあ、同じ国盛州の桜北海道でも話出ていますけれども、北海道のニセコ町、はい、ニセコ町かなで、沖縄県宮古島に、今年1月に前も話しましたけど、
カジノリゾートグループサンシティかな、サンシティグループ、はい、映像は皆さん探してください。ちょっと今日準備してません、ごめんなさい。がリゾート開発で入ってくると、進出すると、うん、今年初めにもニュース出てました。で言うとですね、言いましたけど、このグループは香港、マカオ等でカジノリゾートで財を成しているグループです。でそこはアメリカから、米国からはマフィアとして認定されています。でオーストラリア、ね、からはこの会長ほか役員数名は入国を禁止されています。そういうグループがですよ、香港、マカオ有数 の、 あのカジノリゾートですよね、はい、グループが日本で、それも北海道と沖縄のニセコと宮古でリゾート開発をすると。皆さん素直にリゾートだけやると思っています？僕はそう思わないよ、うん、で本当だったらそれをさ、地元の議員あるいは警察あるいは県議いるでしょ、そういう人たちどう考えてるのか思うわけ。何も走んないでしょ。これはとっても不思議でならない、うん、何かあったのと。宮古島に関して言うと今年市長選挙ありました、はい、で私市長になりました。前の市長はなんかいろいろあって逮捕されましたね。そうでしたね、はい、はい、で言うとじゃあ県議の皆さんお二方います、うん、地元のことどう考えているのと。ウェルカムなの、そういう人たちでもって僕は聞きたいし、聞く前に本当発信するべきだわけ。こういう聞きます、でもこういう方たちです、だったら大丈夫だったら大丈夫、証拠エビデンス見せなさいっていうのも本当はこういう立場の人たちだと僕は思います、うん、なので本当にあの今後も注視しながら見ていかないといけないと思います。だから宮古の皆さんも見ている人がいれば、地元の議員の皆さん、あるいは県議の皆さん、役場、地域の駐在にいるから警察のお巡りさんとかにも聞いて、こういうの来るって聞いたけどどうだねとアクションしてみてください、はい、うん、これでいいかな、うん、すいません、やはりあの、まあ、今の話を要約すると、まあ、自分自身 の、 あの身近で例えると自分の家の隣にこの詐欺集団とか、例えばですよ、まあ、いわゆる犯罪集団が引っ越してきますよって言われたら、うん、物手あげて賛成しますかって話ですよね、うん、簡単に言うと。なのでやはりこの自分の家族や身の回りの人を守るためにはどうしていくのかっていうのが大切なのかなと。自然を守るのも大切でも、自分の家族や自身、本当に、ね、手の届く範囲だけで守りたいと思う方々、本当にどうやったら守れるのかっていうのを考えるのは大切かなと思って、うん、で確かにあの環境破壊をしている人たちの部分があるとかいろいろなもので問題はありますけども、本当にそれだけが悪いのか、いや他の人はどうなのかとか、この評価をしていくっていうのは大切かなと思います。まあ、そろそろお時間になってきているんですが、どうですか。そこでさ、江原さん今日ちょっといい、はい、まあ、今5分でスタッフがあったから、あのほら僕たちこの沖縄の声も、はい、あの東京の桜も、まあ、政治系 YouTube 番組になるでしょ。そうですね。で僕もこういうの気になって見てるし、はい、まあ、今で言うとオリンピックとかね、はい、あるけど、やっぱり今沖縄は非常事態宣言中、うん、8月の22日まで、はい、やっぱりコロナとかね、いろいろ気になって見るじゃない、見てきたらですよ、やっぱり本当コロナってどんなんだろうって勉強していくと、僕もまあ、議員だからっていうわけじゃないけど、意外と見たらね、 SNS とか見るとお母さんたちが一生懸命なの、あ、はい、あのママエンジェルっていうグループにたまたま出会ってね、見るとやっぱりこのコロナにかからないためにはワクチンを打ちましょうって国やってますよね、政府がね、まあまあ、まあ、公式では今やってますね、うん、で言うと、はい、そのお母さんたちもじゃあコロナのこと勉強しましょう、ワクチンのこと勉強しましょうっていうふうに動いてるみたい、動いてきた流れの中で、僕も沖縄県の中でね、お母さんたちが一生懸命
ただ、はい、分かりました、あの国が、県が、自分たちが住んでいる自治体がじゃなくて、私たちを勉強してから納得して、ワクチン打ちましょう、あるいは、あれ、ちょっと待ってよと思ったら、まあね、国産、あるいはそういうのまで待ちましょうとかいう、いろいろあるじゃない、勉強する範囲が。そうですね、判断はいろいろあると思います。はい、出会ったもんだから、あ、やっぱお母さんたちってほら、ね、自分の体を、まあ、家族を守るためですね。ね、だって家族を守るためのすごいパワーを持ってんだなと思って、今あれしてる、あのなんていうの、勉強中なんだけど、まあまあ、エンジェルさん、なんか来月の8月5日にも、県の産業振興支援センター、ごめんなさい、で勉強会するみたい。あ、これいいなと思ってて、うん、僕もまあ勉強するつもりだけど、まだまだ足りないなと思ってて、もしあの時間があれば行こうかなと思ってて、まあ、最後にこの話させてもらいました。まあ、今日はあのね、岩さんと世界さんから、あの選挙紹介会をやってきまして、久しぶりに岩さんと1時間お話できてよかったです。はい、また機会作ってやりましょうね。はい、よろしくお願いします。本当にあの冷静に岩さんが進行してくれるから僕は言えるだけだから、うん、よかった。また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でもう本日もこれでお時間となりましたので、これで締めさせていただきたいなと思います。はい、はい、それでは皆様ありがとうございました。はい、ありがとうございました。